全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。早くも先頭1番ミレニアムマジリカ、外から上がるのはモンローウォーク、その後は5番レッドゥーザ、少し差が開いて11番プラチナムセレブル、続きまして17番フォーマンエーマス。各馬第1コーナーをカーブしていきます。内から3番スカーレットキング、6馬身相手6番サイトキャプテン、少し差が開いて9番ナオジンアウトラン、7番ミソソックハンター、この辺りが中段、12番ロリマリリン、内から10番トウマコウタ、これから向こう上面に入ります。内から4番つくしのつよし、内から2番シンボリケンケン、後ろに16番ライトニングタヒチ、18番ミソソックウィンド。 1000m の通過タイムは59秒7、内抑えて13番マヤテコノエル、内抑えて8番ハルキブラック、少し開いて最後方14番魔界の絆通。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭は依然ミレニアムマシリカ、後ろに5番レッグーザ、15番モンローウォーク後位をキープ、少し差が開いて17番フォーマンエーマス、18頭大ケヤキの向こうを通過、少し差が開いて3番スカーレットキング、そのうち11番プラチナムセレブル。長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線コースに向いた。3頭が先頭を争っている。ミレニアムマシリカ粘っている。400を切って先頭ミレニアムマシリカ、その後レッグーザ、ミレニアムマシリカ粘っている。レッグーザ突っ込んでくる。残り200を切りました。依然として先頭はレッグーザ、スカーレットキング、ここで先頭になった。さあ勝つのはどっちだ。ハルキブラック伸びる。フォーマンエーマス差し切ってゴール。勝ったのはフォーマンエーマス、鞍上は岩田未来騎手。フォーマンエーマスブリーダーズカップを制しました。2着スカーレットキング、3着は混戦の模様です。